さあ行こうぜ。いよいよ始まるんだな。の、いきなりジグザグマさんがいる。また光ってる。さあ大きな火の粉。え？何者？何者？何者？ひめんか、ひめんかさん。草タイプっぽくない？甘い香りか。さあモンスターボール投げましょう。よし、ありがとうございます。草タイプですね。花飾りポケモン、どうしようかな。草タイプ結構いいなっていうのもありますね。ちょっとランダムの方のエンカウントも見てみよう。ここからさん、ひめんかさんだね。で、トレーナーさんだね。よし、戦っていきましょう。おお、ロコンさんか。あれですね、レベル的にさ、ラビフットさ温存してもいいかもしれないな。他のポケモンで戦えそうな気がする。よし、ありがとうございます。高まってますね。さてと、ヒールボール3個、いいね。捕まえたポケモンの HP がなんか回復したりするみたいなやつですよね。さあ、ここからさん。さあ、トレーナーさんだ。どうすっかな。ドムスさん行くか。さん、ヤンジャムさん。ここは念力だ。さあ、もう一丁。よーし。スカンプーさんもいるんだね。スカンプーさん持ってるから問題ないと。お得な掲示板。道路でもキャンプを開けます。キャンプをするとポケモンは経験値がもらえます。キャンプスポットで人が開いたテントを訪ねることもできますよ。なるほどなるほど。さあ、やけど直し。ガーディさんかな、ちょっと見えてるのが。もしバトルはね、積極的にやっていきましょう。さあ、スボミーさん。そっか、毒タイプもあるから念力でよかったな。さあ、念力だ。
さあ、ヒメンカさん。ヒメンカさんは草タイプだから、このままでいいか。虫の抵抗で、攻めていこう。よーし。あ、高速スピン使えるんだ。さあ、もう一発。よーし、勝ちましたね。ありがとうございます。パッと見シンボルエンカウント問題なさそうだから、おお、進化だ。クセンさんがランダムちょっと見たいかな、エンカウント。おお、かっこいいね。さあ、フォクスライに進化した。フォクスライさん、かっけー。アフタイプ泥棒。そうだな、ダメ押しと変えるか。また一回入ってみよう。ここが拉散率が高めなのかな。まあ、とりあえず進みながらやっていきますか。あれ、今逃げらんなかった。よかったよかった。お、ソニアさん、よう、ジムチャレンジャー。開会式かっこよかったよ。ありがとうございます。あれ、ホップは先に行きました。別行動です。先に行きました。いても立ってもいられないのか。やっぱ兄貴に追いつきたいんだね。そうだ、ちょっとだけ面白いこと教えてあげる。なんでしょう。面白いこと大好き。あそこに建物があるでしょう。ローズ委員長の会社なの。3番道路の先には鉱山があるんだけど、そこで掘り出した鉱石をエネルギーに変えてるんだよ。つまりガラル地方のエネルギーも委員長が支えてるわけ。よくわからない人だけどすごいんだよね、ローズ委員長。話に付き合ってくれた俺、穴抜けの紐あげるね。ありがとうございます。便利道具。え、待って、何度でも使えるってことなかった今。あと、ポケモンも元気にしてあげる。ありがとうございます。ターフタウンまでの道のりも長いけどさ、それもチャレンジだよ。頑張れ、ジムチャレンジャー。頑張ります。え、待って、穴抜けの紐。何度でも使えるって書いてなかった今。ってことは、大切なものの方に入るってことですよね。すげえ。マジか。やばいな。さあ、元気のかけら。なんか黒いの見えたけど、ジグザグマさんかな。なんだろう。いや、違う。タンドン、タンドンさん。タンドンさんとは。え、まっか。とりあえずボール投げちゃいますか。
よーし、ありがとうございます。え、何タイプなんだろう。岩？あ、岩タイプですね。石炭ポケモン。で、トレーナーさんね。さあ、チョロ猫さん。虫の抵抗で多分いけるよね。オッケー、行きましょう。さあ、星ガリスさんはどうしようか。並びヒュットさんでいくか。二度ゲッチャーを。原因さあ、木の実もある。ぶっちゃけね、もうポケモン出てくるまで揺らしていいんじゃねえかって思うんだけど、これだけ手に入っちゃうとな。ちょっと、金もらっとこう。ありがとうございます。さあ、袋叩きの技マシン。ありがとうございます。おー、トレーナーさんでした。デリバードさんか。ここは念力かな。さあ、もう一発。お、回復した。やった。ありがとうございます。お、キャンプしてる方がいるね。キャンプで料理を作ってポケモンを元気にしてみて。料理を作るならこの木の実を使うといいよ。お、クラーボの実、ありがとうございます。寄ってみます。さあ、ポケモンキャンプ。ポケモンキャンプではポケモンたちと一緒に遊んだり料理を食べて仲良くなれます。たくさん遊ぶと勝負でも頑張ってくれるかも。ジョイコンでも遊びましょう。へぇー。ジョイコンを抜いて振るとボールを投げたり、ポケジャラシを振って遊べます。最大4人で一緒に遊ぶことができる。なるほどね。ワイルドエリアでキャンプやれば、そういうこともできるんだ。へぇー。あ、おもちゃ出すあった。フリフリ。おお、来た。とりあえずおもちゃは2種類なんかな。かわいい。で、料理。
一応ですね、こんな感じで、ちょっと、買えそうなのね、ちょこちょこ買ったりはしてたんですよ。ワイルドエリアで、この辺のものをね、売ってくれる人が、おりまして。よし、お料理しましょう。どの木の実？どの木の実？俺の実で。ちょっと無難に行こう。とりあえずね、一回やってみよう。仰いで。なんか加減とかも大事なんかな。混ぜて。どうなんだろう、めっちゃ早くやっちゃってるけど。あ、多分こぼれてるからダメなのかな。お、真心がこもりましたね。完成、やったー。ハンバーグカレー、そう、遭難スキューの美味しさ。遭難スキューがどのくらいの位なのか分かんないんだけど。本当だ、経験値入った。せっかくだからね、ラビフットさんをちょっと見たいよね。お、遊び方とかもポケモンによって違うんだね。いやー楽しかったっす。で、トレーナーさんですね。カムカメさんで行くか。役で。水鉄砲だ。お、抜群っぽい。多分炎と何かなんだろうね、タイプ的には。レドムさん、僕は青ガラスさんでいきましょう。さあ、ついばむ。
よーし、ありがとうございます。おー、ドラバンコさんか。ぱっと見大体タンドンさんって感じだね、この辺は。あ、ヤンちゃんもさ、え、待って。待て、こんな早く色違い出てくるんか。え、マジで。え、捕まえる。え、すげえ。こんな早く出てくると思わなかった。全然狙ってるわけでもなかったけどさ、やったー。色違いヤンジャムさんゲットしました。え、マジですよね。キラキラマークついてる、すげえ。やったー。こんな早く出てくると、よし、では進んでいきますか。ディフェンダー2個、いいね。お出かけポケモンセンターを勝手にしてる姉です。ガラル鉱山は厳しいでしょう。ポケモン元気にしますね。ありがとうございます。めちゃめちゃ助かる。さあ、ガラル鉱山だ。あ、ダングルさんとモグリさんかな。え、捕まえる。多分頑丈かなんかだと思うんで、水鉄砲いっちゃいましょう。耐えるでしょう。全然耐えるわ。さあ、ボールだ。よーし、ありがとうございます。さあ、マントルポケモンで、モグリュさんがちょっと今現れましたよね。おう。タンドンさん、あ、ちょっと奥行っちゃうか。トレーナーさんっぽいね。元気のかけら。ちょっとモグリューさん、この入り口のとこで粘るか。あ、いるね。オッケー。さすがに耐えるでしょう。確か地面タイプだった気がするけど。はい、サボール。よーし、ありがとうございます。さあ、モグラポケモン、乗ってる。乗ってる。おもろ。
さあ勝負していきましょう。マジでトレーナーさんも多そうだよね、ガラル鉱山。さあダンゴロさん水鉄砲でいきましょう。あら、頑丈のイメージが強かったけど別の特性とかですかね。よし、ありがとうございます。こっちもいけるね。なんかないか、なんかないか。あそこにアイテムがあるんだろ、アイテムあるんだろ。こっちからいけるのか。さあスーパーボール3個。え、なんか別の出口みたいな感じですかね。あー、上から出てこられるんだ。さあ技マシン54、ロックブラスト、ありがとうございます。複数回攻撃だよねこれですね。よしよし、来てよかったねこれは。さあどんどん行きましょう。こんにちは。お、ドックラーさんだ。ドックラーさんもいいね。いかにもこういうところで出そうなイメージがあるけど。さあナイス急所。ケタグリか。さあ水鉄砲だ。さあドコラさん2体目。さすがに相性つくか。レドムスさんでいくか。念力をぶっ放していきましょう。さあお願いします。よーし、一発。おー、ドッコラー祭りですね。3体目もか。念力だ。で、大丈夫かな。よし、ありがとうございます。トレーニングは大事ですね。さあ光ってますよ、星の砂。そして技マシン26、怖い顔。お、リグダさんもいるね。出ました、出ました、ポークビッツ。噛みつくかな。なんか水鉄砲倒した気がするな。さあカムカメさんの噛みつく倒しちゃったよ。噛みつくでも倒しちゃったよ。むしろ得意技だったかカムカメさん。コロモリさん、コロモリさん捕まえよう、シフトしよう。まあディグダさん出てきたら捕まえに行きます。まあさすがに水鉄砲耐えるんじゃないか。全然大丈夫だ。がむしゃら、がむしゃらやべえな。連発されたらちょっときついかもしれない。メロメロ。おお、誘惑を、誘惑をしてきておる。さあモンスターボールだ。よーし、ありがとうございます。
コウモリバケモンですね。エスパーと飛行。さあ、硬い石。どうすっかな。おお。いっぱい出てくるね、やっぱり。まあ、そのうちディグダさんまた出てくると信じて、まあ、カムカメさんでいっか。お、ディグダさんだ。ください、鶴子さん。そのディグダさんください。水鉄砲素早いね、結構ディグダさんって。モグリューさん、モグリューさん、地面って考えるとそのままでいいか。草タイプ欲しい感があるな、手持ちにね。まあそれでもタイプかぶりはよっぽどしていないと思うんで、まあ現状は今の6匹でもいいかもしれないけど、まあ様子見ながら入れ替えたりはしてもいいのかなっていうのはありますね。さあ2体目のレベル20到達です。ありがとうございます。まあ、コロモリさんは大丈夫として、お、ディグダさんいるね。ちょっとカムカメさん休ませるか。レドムシさんあたりでディグダさんにちょっかいを出す。さあ今度こそ捕まえますよ。意外と耐久なかったから、いきなりボール投げるの正直ありだと思うんだよね。投げちゃうか、投げてみるか一回。あ、行けました、ありがとうございます。よし、やったやった。さあモグラポケモン、こんにちは。タンドンさんね。さあ念力、結構ねタンドンさんが割と未知数なところがあるから使ってみても面白いかもしれないよね。ちょっとなんかタイヤ状になってるんだ、下の部分っていうか。よし、ありがとうございます。さあ厚底ブーツ、足場に仕掛けられた罠などの影響を受けなくなる。へえ、そういうのあるんだ、すごいね。さあ PPA の技の PP 回復のやつ、めっちゃある、いい傷薬2個。あ、いらっしゃいますね。バトルしようぜ。ここに来るんですか。アドバイスをしてあげますけど、やめておいた方がいいよ。願い星を持つトレーナーは僕が痛めつけるからね。来ちゃった。あなたチャンピオンに推薦されたジムチャレンジャーでしたよね。くだらないですよ。いいかい、チャンピオンよりもリーグ委員長が偉いですよね。つまり委員長に選ばれた僕の方がすごいんですよ。マウント取ってきますね。ではかわいそうなあなたに僕の強さを教えてあげますね。お願いします。
動画のご視聴ありがとうございます。ちょっとでもいいと思っていただけましたら、チャンネル登録、高評価、コメントをしていただけますと嬉しいです。また、Twitter、Instagram などもやっております。こちらのフォローもぜひよろしくお願いいたします。動画概要欄にございます。そして他のシリーズもおすすめなので、画面に表示されていると思いますので、こちらもチェックしてみてください。